この番組は住友電工の提供でお送りいたします。石の妻を持った気持ちは。何者だ。ごきげんよう、ステファン王。メデューサ様の使いドノマーガじゃ。おお、来るぞ。よくメデューサ様の怒りを免れたな、王子クルト。クルトに何をする。メデューサ様は赤ん坊など相手になさらず、王妃ガラティアさえいなくなればこの国など見向きもされぬ。その子がメデューサ様に歯向かわぬ限りはない。そうな兵どもよ、それほど王子が大切か。王よ、お前も父なれば。頼む、この通りだ。わしの身はよい、クルトだけは助けてくれ。そうかそうか、ひれ伏して頼むか。メデューサ様は優しいお方、私の名にかけて情けをかけようぞ。今死んだ8人の兵士の命に免じて、王子に今から8年間の命の猶予を与えよう。8年経って王子がメデューサ様に忠誠を誓えばよし。さもなければ我が神エルゾの名において死での旅に導く。良いな、8歳の誕生日じゃ。その日私はまた来る。ベッドで寝とるのは当たり前じゃないか。クルト王子、起きなさい。召使いたちに何のいたずらを。お、まこと王子が竜になるわけがなかろうが。ドラゴン、王子のベッドで昼寝とは、とっとと出て行け。するとクルト王子様は、また城を抜け出したか。笑い事では済みませぬ。まあ良いではないか。クルトの顔に笑いが絶えぬのは平和な証拠。王様が、しかし明日はクルト8歳の誕生日。明日さえ無事すぎればクルトの命は。これは遠い昔の話。語り部たちはただ天地の始まりを伝えるだけで、その役目を終える頃の話。今に伝わる神話も伝説も歪められることなく現実であった時代、いわば神話時代に生きた一人の少年の物語です。おママ、お土産。いつもいつもすまないね、クルト王子。ねえ、おばばはなぜいつも顔半分隠してるの。近いうちに話して差し上げような。また近いうちか。ねえおばば、どうして僕には母さんがいないの。村人が見る限り
少年はいつも笑いながらそばを駆け抜けていきました。しかも少年は善なる神アガナードの贈り物さえ受けていました。この幼さにしてこの怪力です。でもそれを除けばクルトはワタンカ村のどの少年とも変わらないただの子供でした。この糸をたどればいいだけさ。ここだ。ここはちょっと登れんな。でもお父さん、この辺りに洞穴なんてないよ。帰るぞ。どうして？いいから帰るんだ。国王様のご命令なのだ。王子様の命を守るためこの辺りの岩壁に近づいてはならぬと。僕の命が？父上がなぜ僕のために。何があるんだろう、この壁の向こうに。おじさん、斧を貸して。何をする気だ。まだ見つからぬか。どうや様、あれは、ん、鳥か。いや、コウモリのようでございます。この日中にコウモリ。もしや。急げ皆の者。クルト戻るんだ。クルト戻るんだ。クルト、それも大勢。はっ、ああ、もういて。ん、あ、いやー、ん、冷た。こんなにたくさんの石の像が一体誰が作ったんだろう。父上はなんであんな大きな岩壁でここを封じ込めたんだろう。おーい！あ！クルト王子、すぐ帰りましょう。王子？さあ、お乗りください。いやだ。わがままは許しませんぞ、クルト王子。どうしたのダーレス、ムキになって。いつものお前らしくない。あ、もしかして僕がここに入ったから。そんなことは関係ありません。少々手荒なことをしても連れ戻せと王のご命令です。かかえ、クルト。クルト、しばらくこの若者まで静かにしておれ。ダーレスだけかと思ったら父上までいつもと違う。なぜだ。
ても優しそう。あったかい。なんとひどいあれよ。どう、秘密の部屋の壁が。あれほど暗闇を恐れた子がこんなに安らいで眠っておる。母と子はたくまずしてこのように愛引き合うものなのか。善なる神アガナード、キサキガラティア、この子を守らせたまえ。知りたい、一刻も早く知りたい。なぜかそうしなきゃいけない気がするんだ。おばば、教えて。あのホラー穴に封じ込められてた石の像は何？赤ず沼の石の女の人は誰なの？王子、後悔はしませぬか？おばばがこれからお話しすることが王子の黄泉への旅立ちになるとしても、うん、後悔するのはおばばの方かもしれませぬな。そんな悲しそうな顔をしないで、おばば。そのお顔、お妃様にそっくりじゃ。おばば、母様を知ってるの？城でも村でも誰も母様の話をしてくれる者はいない。僕は母様のことを知りたいのに。王様のご命令なのじゃ、誰も話してはならぬと。父上が？王子、赤ずの間のその石の像が王子の母上ガラティア様。母様。そして洞窟の奥深くの石像は8年前石にされたワタンカ村の人たちでございます。だってワタンカ村の人たちはちゃんと今いるのは他の村から移ってきた者たちでございます。どういうことなの？ガラティア様は実は人間ではありません。ガラティア様は良き神アガナードの血を受けた精霊。15年前王様と恋に落ち、精霊の座を抜けて人となり、父上様に嫁ぎ遊ばされたのです。お二人はそれは仲睦まじくお幸せでした。そして8年前の春、玉のような男の子がお生まれになりました。それがクルト王子、あなたでございます。ところがそれをよく思わぬ者がいたのです。悪神エルゾの娘メデューサ、それは見るからに恐ろしい、まことに恐ろしい幼女でございました。髪はうごめく蛇で出来ており、吐く息は心を凍らせ、その目はまさに邪悪の象徴。その眼差しは全てのものを石にするという不思議な力を持っておりました。村の保養所にいらしたガラティア様、外で泣いている子供の声を聞いて、オレンジを一つ取ってその子に与えようと階段を降りかけたのでございます。その時、目もくらむような光がガラティア様の体を包み、その瞬間ガラティア様は、おばば、もうわかった。なぜ父上はそれを僕に隠してきたの？父上様の愛でございますよ。メデューサの残した爪痕を王子に見せまいという。メデューサはガラティア様を石にしただけでは足りず、王子の8歳の誕生日に忠誠を誓わせようとしているのです。よくもよくも母上を。メデューサ、おばば、メデューサは？いくつもの山や海を越えた遥か彼方、遠い地の果てに住むと申します。あの海の向こうの地の果てに。今一つ王子にお知らせせねばならぬことが。
今それを告げのおばばを許してください。ガラティアとメデューサは髪の毛一筋の狂いもない同じ年同じ月同じ日に生を受け、時同じくして生まれた者が持つ絆で結ばれました。しかしそれにしても恐ろしき絆、一方は全身アガナードの精霊、一方は悪神エルゾの娘として生を受けたのです。メディウサ、許せない。王子クルト、明けて8度目の誕生式を迎える朝でありました。ルーン城はめでたいはずの式典を前に重苦しい緊張に包まれていました。クルトはまだ見つかりません。そうか、ねえクルト様の鎧や剣はどこ？あら、そこへ揃えておいたけど。8年前の約束確かめに来たぞ。ドノバーが。誕生式を始めるがいい。クルトはどこにいる？クルトは。僕はここにいるよ。クルト。これがクルト。8年でこのようになったか。しかし普通の子ではないか。なぜメデューサ様が気に病んでおいでかわからぬ。なかなか愛らしい子だ。メデューサ様に忠誠を誓うかい？誓えばよし、誓わねば命はないが。これはメデューサ様の血、これを飲み、そうすればお前の意志はメデューサ様の意志になる。いわば操り人形だが、飲めば命は助かる。どうか飲むか。大層素直な子じゃ。はい。うわあ。はい。よくもメデューサ様の血を。黙れ。僕は母様やワタンカ村の人たちを石にしたメデューサなんかに忠誠は誓わない。無礼な。お前なんかに用はない。帰ってメデューサに伝えろ。僕がきっと倒すと。よくぞ言った。みんなに何をした？動けなくしただけよ。しかし目は見え、耳も聞こえる。おうよ、そこでクルトが八つ咲きになるのを見ているがよい。よく見るがよい。クルトが締め殺されるの。咲くな。
ルト！父上は臆病者だ。僕は父上が好きだった。だけど今は大嫌いだ。僕は母さんが欲しくて仕方がなかったんだ。ワタンカ村のみんなには優しい母さんがいる。叱られたって殴られたってみんなそうやって親子だってことを確かめてるんだ。父上は母様を見捨てたんだ。自分の命を懸けてまでメデューサと戦いたくなかったんだ。西の彼方、母様を石に変えたメデューサを目指して僕は船でした。金色に輝く鷹に導かれて西へ向かうんだ。嵐なんかへっちゃらなんだけど、どうも誰かにつけられてるみたい。次回ティグマリオ母の守護像、僕の旅が今始まる。星が輝く頃、そっと瞳閉じて、あなたのメモリー探してる。いくつの夜を数えたならば、ぬくもりに会えるのだろう。この番組は住友電工の提供でお送りいたしました。